それではただいまより定例の記者会見を始めさせていただきます。はじめに知事から発言がございます。はい、皆さんおはようございます。新型コロナウイルス感染症ですけれども、全国的には第3波の様相を呈しております。山形県内での状況との対応について申し上げたいと思います。はい、ありがとうございます。これが県内のですね、状況であります。まず4月に第1波が発生したことは皆さんご案内だと思っております。その後2ヶ月間は感染者は確認されませんでしたが、7月に入って散発的に確認をされまして、その都度その都度封じ込めに全力を挙げてまいりました。それで山形県内では第2波は発生しませんでした。そしてところがですね、10月に入りまた散発的に確認されるようになり、11月の8日頃からは連日のように感染者が確認をされまして、全国の第3波の影響を受けているのかどうか分かりませんけれども、これからは本当に予断を許さない状況だと捉えているところです。第3波の兆しかもしれないというようなことで、大変警戒をしなければならないというふうに思っているところでございます。それで、はい、それで山形県における新型コロナ対応の目安というのを県民の皆様にお示ししてございますけれども、これのどの辺に当たるかという、どのレベルなのかということも申し上げたいと思います。レベル2に踏みとどまっていたというように思っておりましたが、実はですね、感染経路不明者数が今の2件ございます。それから重症入院患者数が昨日まではゼロだったんですけれども、1名、なりました。重症になりました。それから1週間あたりの新規感染者数は10名ということであります。60歳以上の入院患者数は1名ということでありまして、またその、感染の地域ですけれども、一つのブロックじゃなくて結構広範囲のブロックに広範囲にわたっております。それから臨県や全国の状況を見ますと、第3波ということでありますの増加傾向ということで、全体的にやはり判断をいたしますとレベル3に該当する状況だというふうに思います。レベル3の警戒というところに本件も入ったというふうに認識をしております。はい、それで、県民の皆さん、事業者の皆さんに感染拡大防止について2点お願いをしたいと思います。1点目でありますが、県内での最近の感染事例を踏まえ、感染が拡大している地域への移動はできるだけ控えていただき、必要があって移動する場合には移動先で新しい生活様式を徹底していただくようお願いいたします。また県外の移動先では飲酒を伴う会合を控えていただくようお願いいたします。2点目は基本的な感染防止対策として、県民の皆様にはこまめな手洗い、マスクの着用、適切な換気、身体的距離の確保、3つの密を避けるなどの新生活様式を実践していただくよう改めてお願いをいたします。特に会食時におきましては、少人数または短時間で行い、会話の時にはマスクを着用するなど感染リスクを下げる工夫をお願いいたします。
また事業者の皆様には改めて業種別の感染拡大予防ガイドラインの点検と取り組みを徹底していただくほか、換気についても室温を急激に下げない工夫をするなど十分ご留意いただきたいと思います。新型コロナウイルスは誰でも感染しうる病気であります。感染された方やそのご家族、医療従事者などに対する心ない言動や SNS での書き込みなど、差別や偏見、いじめ、そういったことは決して行わないようにしましょう。また医療従事者の方々をはじめ、保育や福祉サービス、運送事業者など県民生活を支えていただいている皆様のご尽力に対し、改めて深く敬意を表しますとともに心から感謝を申し上げたいと思います。感染された方々には一日も早く回復されるよう願っております。私から発表が1点だけございます。運転免許証自主返納者についてでございます。12月1日から山形県運転免許自主返納者等サポート事業に関する協賛店からの特典やサービスの提供を開始いたします。この事業は自動車の運転に不安を持つ高齢者に対し、運転免許証を自主返納しやすい環境を作るため、自主返納者に対する特典やサービスの提供を充実させて高齢者の交通事故防止等を図るものであります。9月16日から協賛店の募集を行いましたところ、多数の申請がありました。県内468箇所の店舗でご協力いただけることとなりました。協賛店にはバスやタクシーのほか、スーパーやホームセンターなど交通や買い物などの利便性に配慮したさまざまな特典やサービスがご用意されております。詳しくは県のホームページをご覧いただくか、免許更新や自主返納を取り扱う総合交通安全センターや各警察署にもチラシや協賛店の一覧表を備え付け、必要な方に配布することとしておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。また今後も引き続き協賛店の募集を行っておりますので、事業者の皆様にはこのサポート事業にご賛同いただきますようお願いいたします。私からは以上です。それでは初めに代表者さんからご質問をお願いいたします。クラブ幹事の朝日新聞です。三宅と申します。用意した質問もあるんですけど、まず最初に今知事のご発言で、はい、警戒レベル3になったというご認識がお示しになられたわけですけれども、はい、これは今後どのような県の手続きを経てですね、はい、正式にというか3ということが、はい、ホームページに出して、県内にこう告知されるということになるのでしょうか。はい、はい、そうですね、先般はの医療専門者会議のご意見を お伺いしまして、もう 2.5 とかですね、レベル3のもう入り口に立っているというようなもうご意見を頂戴しておりまして、あとはもう重症者が出るか出ないか、そして感染経路不明者の方が出るか出ないか、そこだけだったのであります。それでもうちょっと重症者が出ましたので、もうこれはもう、そういった専門家の皆さんのご意見も頂戴しておりましたので、総合的に判断させていただきました。それはもうレベル3になって、ホームページ上でももうすぐレベル3にしますよと。そうですね、はい、そういうことになります。はい、でこの重症者の方については、はい、これは言っていいのか悪いのかちょっと判断に困るんですが、はい、症例のいくつの方で、どこの病院に、どこ病院っていうのは何々地域の指定病院に入院されている方が重症者にいつ変わりましたっていうことはいかがなんでしょうか。
それについては後ほど担当の方から申し上げさせていただきます。わかりました、はい、すいません。じゃあ用意していた質問の方に移らせていただきます、はい、先週からいろいろ動きがありますけれども、GoTo トラベルキャンペーンと GoTo イートキャンペーンについてお伺いいたします。はい、先週23日知事会の提言にもありましたけれども、 GoTo トラベルキャンペーンで新型コロナウイルスの感染拡大地域の一部除外というようなことについてですね、まあ、実際に札幌と大阪が除外するという動き出ているようですけれども、現段階では目的地ということですけれども、出発地としてもですね考えるべきだという意見も一部にあるようです、まあ、そのようなことも含めて知事のお考えをお伺いできたらと思います。それから GoTo イートについては26日本日が本件のですね、チケットの発売日ということになっております。このチケットの発売を、まあ、踏み切ったということも含めて、それからこの事業の登録飲食店数の数の現状とかですね、今後の経済に与える影響、そして経済防止対策なども講じていかれると思うんですけれども、このあたりについて知事のお考えをお聞かせください。よろしくお願いいたします。はい、わかりました。それではお答えいたします。昨日県内の感染状況等を確認し、 GoTo キャンペーン事業の運用見直しに関する検討を行うため、急遽新型コロナの危機対策本部委員会議を開催いたしました。GoTo トラベルキャンペーンから、まずは GoTo トラベルキャンペーンについて申し上げます。 GoTo トラベルキャンペーンから感染拡大地域を除外することにつきましては、一昨日、11月24日に政府が札幌市、大阪市の一部除外を決定したと承知をしております。 GoTo トラベルキャンペーンの運用見直しにあたっては、利用者、事業者双方ともに混乱の生じないよう、またキャンセルなど負担が生じる場合にも政府においてしっかりと対応していただきたいというふうに考えております。感染拡大防止と地域経済回復の両立を図っていくことが大変重要でありますので、県内を訪れる旅行者の皆様には新しい生活様式や新しい旅のエチケットを着実に実践していただくなど、感染防止に努めていただきながら安全安心で楽しい旅行をしていただきたいというふうに思っております。また県内の皆様や事業者の皆様には感染防止対策を徹底していただいて、おもてなしの気持ちでお迎えしていただきたいというふうに思っております。それから GoTo イートについて申し上げます。 GoTo イートキャンペーンにつきましては、やはり一昨日の24日に農林水産省から食事券の発行・販売の一時停止や付与されたポイントの利用を控える旨の呼びかけについて、都道府県に対して検討の依頼があったところです。明日27日の10時まで検討結果の回答を求められているところであります。本県の現在の感染状況から見て、現時点では食事券の発行・販売の一時停止などが必要な状況にはないとの考えを農林水産省に伝え、農林水産省において最終的な判断を行うよう求めること、そして GoTo トラベルについては現段階では政府に除外協議を行う状況にはないということを確認したところでございます。本県の現在の感染状況ですが、各指標の水準が全国の中で比較的低い水準にありまして、飲食店でのクラスター発生も認められておりません。それで現時点ではいずれの対応も必要な状況にはないと考えておりまして、その旨を農林水産省へ回答いたします。県内の GoTo イートキャンペーン食事券の発行事業につきましては、農林水産省から県内で委託を受けた株式会社フィディア情報総研等からなるグループが事業を実施することとなっております。本日から山沢全店と一部の郵便局で
山沢全店41店舗ございます。それから一部の郵便局48郵便局で、食事券の販売が開始されるとのことでございます。登録飲食店につきましては11月24日午後6時時点で1156店と聞いております。また現在申請受付中のものについても順次追加登録予定と聞いているところであります。ちなみに申請受付をしているのは1457件、全部の合計でですね、そういう件数だと聞いております。県内の飲食店の状況について商工団体への聞き取りによりますと、夜はほとんどお客が入らないことから売り上げが戻っていないといったところが多くて厳しい状況が続いております。また忘年会新年会の予約が入ってこないなど、年末年始に向けてはさらに厳しくなるものと認識をしております。先日の23日の全国知事会におきましても、私から飲食店等に対する経営支援が必要であり、そのための自治体への緊急的な財政支援を政府に要請したところでございます。 GoTo イートキャンペーンの利用にあたりましては、一つには飲食店の皆様には業種ごとのガイドラインの遵守をはじめ、パーテーションの設置やテーブルの配置の分散など感染防止対策を徹底していただきたいと思います。また利用者の皆様には少人数短時間での会食や会話の際のマスク着用など、感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫の実践をお願いいたします。県としましては感染防止を図りながら、できる限り県内経済を回していくことが大事だと考えておりますので、県民の皆様にも今回のキャンペーンをご活用いただきますようお願いいたします。以上です。ありがとうございました。今お答えいただいたのは主に昨日の会議の段階でのご判断かと思うんですけれども、先ほどおっしゃられたレベル3に一段階上がりますと、いうことを受けて、今のおっしゃられたご判断が今後変わるというような可能性はございましょうか。そうですね、状況を見ながらだと思っています。どんどんとその感染者の方がですね、確認されていけばまた随時見直すことが必要かというふうに思います。わかりました。じゃあ幹事社からはこれで、あと皆様からお願いします。それでは記者の皆様からご質問を頂戴いたします。 NHK さん。 NHK の藤井です。警戒レベル3についてなんですけど、これ重症者の数が大きな指標の一つだと思いますが、これいつレベル3になったんですか。重症者重症者が中等症の方が、いや総合的な判断だと思いますけど、いつレベル3になったんですか。今日です。今日レベル3になった、分かりました。あとですね、レベル3になって、対応策変わると思うんですけども、知事おっしゃったことは、これまで通り移動先、県外の移動控えてと、感染拡大地域の移動控えてというのと、県内の飲酒の介護控えてということをおっしゃいましたけども、これレベル3になることで対応策どう変わるんでしょうか。例えば例としては高齢者は特に気をつけるように呼びかけとか、書いてますけども、そういった呼びかけなかったんで、その辺どうでしょう。GoTo イートも今日から販売始まって、NHK でも取材してますけども、結構各地でお年寄り並んでます。それは、飲酒介護控えてという一方で、そういったお年寄りの方々、GoTo イートで購入してですね、飲食店行くってことを十分考えられますね。その辺について呼びかけあるんでしょうか。わかりました。実はレベル2の時からですね、レベル3を見据えた呼びかけをしておりました。ですからもうすでにレベル3の呼びかけをしていたということになるかと思っておりますが、今記者さんのおっしゃったようにですね、それ以上にやはりここに書いてある例として高齢者や基礎疾患のある重症化リスクの高い方に対してより慎重な行動を呼びかけるということと、感染が発生した施設と同様の業界
団体及び事業者に対しガイドライン遵守の徹底を依頼するということがこの、まあ、例示としてありますので、そういったことをこれからですねしっかり呼びかけたいというふうに思います。そういったことっていうか具体的に呼びかけはあるんでしょうか。なので今日レベル3になったんですよね。そうです、そういった今日もうなるべく早く皆さんにお知らせしなければならないというふうに考えまして、今ですねレベル3になりましたということを申し上げました、それでですね、まあ、改めてということはまた報道官の方からまた改めて呼びかけはさせていただきますけれども私からはレベル3になったということそれから感染の拡大地域への慎重にということを申し上げました。それから移動先でのその新生活様式を徹底していただきたい、また飲食を伴う会合は控えていただきたいということを申し上げました。そしてこの例に出ておりますけれどもまさにですね高齢者や基礎疾患のある重症化リスクの高い方々に対してはより慎重な行動をしていただきたいというふうに思っております。はい、あと施設というとクラスターは今発生はしておりませんので、ここのところはまだそこまでは申し上げなくてもいいのかなというふうに思っております。もうちょっとこれで終わりにしますけど、いや、はい、もうちょっと具体的に知りたいんですよ。GoTo イートで、まあ、今日例えば食事券とか買っている高齢者の方とかいますよね、はい、で、まあ、そういった人たちに対してどういう呼びかけが必要なのか、まあ買ったはいいけれども、まあ、飲食店行きますよね。そういう人たちに対してはどういった行動を取ってほしいと知事はお考えですか。そうですね、高齢者の方そして基礎疾患のある方というのはやはり重症化しやすい、まあ、リスクが高いということが言われておりますので、その飲酒を伴う、会食飲食ということは、できるだけ慎重に行っていただきたいと思います。お昼のといいますか日中のは、飲酒を伴わないと思いますので、日中に関しては、そこまで特段ですね、注意というようなことまでは申し上げなくてもいいのかなというふうに思っておりますが、飲酒を伴う、その飲食介護そこはやはり慎重にしていただければと思います。それでは他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。それでは YTS さん、YTS の荒木と申します。はい、本日レベル3になったと重症化の方が1人いらっしゃると、はい、これは、これまで入院されている方が重症化したということなのか本日新たに重症の方が確認されたということなのか、はい、どちらでしょうか。最近入院された方で、中等症から重症になったというふうに聞いております。重症で入院されたのではなくて入院されていた方が重症になったというふうに聞きました。はい、具体的に例えば集中治療室に入ったとか人工呼吸器をつけたとかその辺ではないと、エクモは使用していないというふうに聞いております。はい、人工呼吸器をつけたということで。人工呼吸細かいところはすいません先ほど後ほど担当課の方で、はい、あとすいませんもう一点、はい、GoTo イートの食事券に関してですね当初、はい、国の方で人数制限、はい、4人以下ですとか具体的にですね、はい、各知事に、検討するよう求めていたと思うんですけれども、はい、知事はできるだけ少人数でとそれから短時間でというお話もされてますけれども、はい、改めて食事券に関して人数制限は求めないというそのお考えの理由についてちょっと。そうですね、そこは本県の今の感染状況ではそこまでは求める
段階ではないというふうに思っております。ありがとうございます。他にございますでしょうか。それでは桜本理事。桜本テレビの本野と申します、はい、よろしくお願いします、はい、と GoTo イートについて、はい、こう改めて期待することを教えていただいてもいいですか。はい、まあ、新型コロナウイルス感染症がですね、発生して、第一波は乗り切りましたけれども、第二波は ありませんでした。で、第三波の兆しが見えているかどうかというような段階だと思っておりますけれども、まあ、飲食と特に本県の経済は大変、深刻な状況にあると思っております。その中でも特に飲食店がですね、大変な状況にあるというふうに思っておりますので、まあ、政府の事業であります GoTo Eat キャンペーン、これはですねやはり感染拡大、感染防止対策をしっかりと講じながらでありますけれども、その飲食店の、まあ、景気といいますか、お客さんが増えて、そして、経済が回るようになる、飲食店が立ち行くようになるということを大いに期待しているところでございます。ただ本当に感染拡大防止、これをしっかりと、店舗の方もまた利用者の皆様もしっかりと守っていただきながら楽しんでいただきたいというふうに思います。ありがとうございます、はい、他にございますでしょうか。それではないようですので、以上をもちまして定例記者会見終了させていただきます。どうもありがとうございました。